こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ギャー。さあ、大黒天が降臨しているので挑戦していきたいと思います。出撃。豊穣と破壊の創生調節、いくぜ。パーマ戻しかけてきたよ。さあ行こう。使うキャラクターはこいつだ。ババン。見たい方はここで一回画面を止めてね。ベガです。では行くぜ。それミスった。オッケー。ちょっとね、このなんだっけ、ロイデが強いという話を聞いたんだよね。嘘か誠か、果たして使えるのか。使ってみようか、ロイデ。それそこの間で入れ番するんかい。ここで入れ番はバカだな。おバカさんみたいなことかな。で、次は攻撃来ないからこの間入っていこう。なんかね、ロイゼに当てるだけでなんかボンボン倒せちゃうよみたいな話を聞いたんですよ。いや、嘘か誠か、ちょっと確かめたいな。いて、おいおいおい。あ、ロイゼの位置が悪いね、またね。そしたらあの間を狙っていきます。ダメ。お、でもロイゼの当てられる。グリーンピースは出ないのか。あれ、出ないんだ。むずいな。グリーンピースをうまく使う方法がわからない。おいおいおい、適当に打ちすぎ。まあ、とりあえず完璧に倒しておくか。そうか、油断しないでね。で、次はベガで右下に行って、しょうがない。さっきまで適当に打ちすぎた。ちゃんとやろう。それいいね。グリーンピース、グリーンピースってすごいな、その名前。ちょっと上に上がってきちゃおう。オッケー。で、次のロイゼの場所が最悪かな、これ。多分左上のやつだっけ。あれ、どっちだっけ。そうだよね。そしたらね、ロイゼに当てていくか。ロイゼに当てていけば多少は。オッケー。ちょっと暴れようか。あー、いや、ベガナ動けねえ。こっから失敗したな、完全に。うわ、バカ、おバカさん。いや、これしかも衝撃いきれい。やべ、ロイゼにして俺全然操作がダメになってんじゃねえかよ。どうしちゃったんだ。いや、しかし、ひどい。俺、どうした俺。なんだこれ、いつにも増して、ひどいの。どうすん。おー、いいんじゃない。よくないよ、君。弱点がろくなとこ来てないじゃないか。さあ、グリーンピースはどんな攻撃。あ、そっか。グリーンピースは自分の攻撃、なんだ、あれを追っかけてくんのか。ってことは、こうした方がいいのか。こういうこと。こうするとダメージは多少。あれ、全然いかないな。うん、いまいちわからんぞ、使い方が。なるほど。それ倒してきた。いや、またベガの位置がカスだな、これ。ベガの位置カスだな。動きづれえな、おい。逆にいいですね。よし。次のベガで、まあ、横をかわして一回当てて上がっていけば大丈夫です。オッケー。うまい。よし。いって、激しいんだよ、ダメージが。やめてくれ。でも、このレーザーはいいね、結構。わりかしいいかもしれない。まあ、全員溜まっていくけども、これうまくできねえな、俺。よいしょ。上級者用のキャラだよ、これ。ロイゼ。
勝手に上級者認定するっていうね。ふざけんじゃねえ。倒せ。オッケー。で次で次はベガか。ベガリンがいいとこにいるよ。これ浮かんで上がっていけばいいんじゃね。もう全員溜まってっからもう適当に倒しちゃっていいんだけど。次が君か。ただ弾かれるよこれ。あ、でもいいんですよ。あー、ちょっとそこの位置が悪い。位置が悪い、位置が。それ。あ、これ倒しちゃうね、多分。いいや、倒しちゃうね。倒して次のベガーで、あれを倒せばいいんだ。なんだ。左上の鬼を倒せばいいんだ。オッケー。倒しきっちゃうよ。くしゃみ出そう。ああ。あ、お前さんかい。お前さん上に上がっていっちゃうな。よいしょ。オッケー。うまっ。今のうまいな。それ。これで上のザコ2匹を倒したでしょう。いいんじゃない、いいんじゃない。地味にいいんじゃない今のところ。地味にね。地味にボナギロール、ピンポン。それカン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 。弱っ。18万。これ横組んで上がってった方がちょっといいかもね。横組まんべだもんな。こっちの方が強いんじゃない。やっぱ OKOKOK。 あ、強い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 。下手に下に冒険行くよりもいいね。それ。それ、カンカンカン。下行くな。オッケー。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。場所がいい。次抑えられるんだ。よっしゃ、完璧だ。カン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 。よし、完璧。ここまで来ればもう何とかなるでしょう。やべ、風邪ひいて具合が悪い。スーパー具合悪くん人形。こっちに移動させる意味がある。それに意味がある。OK。カン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 。OK。あ、いいじゃん。ん？フィッシュのがいるところにちょうどかぶっちゃってるな。しかも2人。ちょっとピンチ。あ、大丈夫だった。逃げてくれた。そしたら、逃げよう、外に。バカ野郎、そこに入んじゃねえよ、そこに。そこに入んのやめろ。危ない危ない危ない。横感じて落ちて。そう、カンカンカン。おいおい、そっちかい。まあいいけどね。次で下のやつを倒して。25ヒットしてるんだあれ、サソリ。それで次で縦感して横に行こう。できればちょっと早く。オッケー。いいよ。次逃げよう。いててて、踏みつぶた。これやばい。逃げろ。うわー、逃げた。よし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 。危ねえ。危ないよこれ。それ。まあこれで踏まれないようになんとかなるか。ちょっと待ってくれ。なんとかなるか。うわ、バカバカバカ。横交換しよう。全回復、全回復を狙え。オッケーオッケーオッケー。全回復ではないけど、まあでも食らわないね。誰も。あ、一人ベガッチが食らっちゃったよ。お、ベガッチ、ベガッチ何やってんの。それ下に落ちていこう。オッケー、完璧だね。で位置さえ気をつけながら落ちていけばいいね。ほらね、こうだ。オッケー。よし、なんとかなった。よし、ここまでは無難。なんかちょっと危ないとこあったけど。で次がロイゼスタートか。ロイゼちょうど挟まってていいね。おお、いいじゃんいいじゃん。
それそれ、いいぞいいぞいいぞ。次は撃たれ、あ、ベガか。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。こうすればエロダコも倒せるし、一石二鳥。オッケー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 、いいぞ。こうだ、我が一撃は勝利の証。ミスったね、完全に超ミスったね今。あ、でもちょうどよかった。下に落ちてきてくれたのはもう不幸中の幸いだね。ドスンコされてました。ドスンコドスンコとされてしまうからね。されてしまうってなんだよ。あ、やべえ、上来た。まあいいや、あと3あるから大丈夫でしょ。こんにゃろ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 。 OK、横感しながら落ちていこう。ちょっと靴出ちゃったから微妙な位置だな。おら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 、あーちょっと上がりすぎちゃうかな。やべ、まあ大丈夫か、それならなんとかなるっぺ。それカン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 、全回復。 OK、 いて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 、ビリビリビリやめろそれビリ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 ってやめて。これはね、もう横感して全回復を狙います。そう、あ、でもそろそろビシュの来ちゃうから、あ、そうだね、ちょうどよかった、上に上がるのは。怖え、そろそろビシュの野郎が来るからね。いや、ちょっと待って、これ危ない。なんでかっていうと、かぶってるんですよ、あれと、地雷と。いやー、踏んじゃうね、2回。やべ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 。これで全回復っていうか、まあ、ある程度回復しとこう。こうだ。これで回復。4万ぐらいまでしたきたい。オッケー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 。これはでかい。でビシュ抜きちゃうから、ここでもう決めに行きたいね。ほら、決まったよ。よし、まあちょっと下手だったけど、うまくとしてベガが使えるっていう動画ね。まあ要約するとそういうことになるね。うん、まあ、そういうことで許してください本当に。さあ何個落ちるかな。よし、おお、ベガが仕事した、素晴らしいね。3つ落ちた大黒天、結構ね大変だったけど、なんとかクリアすることができました。またねチャレンジいろいろしていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。ということで、ギーコちゃんでした。バイバイ。